この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドイーネサンパークだよりよいしょ。皆さんはじめまして、こんにちは。愛媛 FC 営業部の土井壮介です。この番組はですね、私土井がいいねと思ったドイーネな選手を紹介したり、ホームゲーム当日のドイーネな企画を、紹介していくような番組でございますので、ぜひぜひ皆さん今シーズン共にこの番組を含めて一緒に戦っていただきたいなと思います。さあ、それでは早速選手を紹介したいと思います。どうぞお二人来てください。笑顔で来てください。硬いですよ。こんにちは。こんにちは。はい、ということで、じゃあ自己紹介をお願いします。背番号7番曽根田豊です。お願いします。背番号4番、山口達也です。4番、野球選手の4番の言い方してましたけど。よかった、拾ってもらって。4番の今回はじゃあちょっとこのお二人に紹介したいと思うんですけども、まあ、2人は新加入ですけども、曽根田選手はね、もともと愛媛 FC の、まあ、U18 ユースチーム出身で、はい、いろんな J リーグチームを経て、京都とか水戸とか甲府とか経て愛媛 FC 帰ってきてくれましたけども、はい、どうですか愛媛 FC 久しぶりに帰ってきて。いや、懐かしいなという感情とね、はいはいはい、まあ、頑張らなきゃいけないなという、はい、新たな新鮮な気持ちでね、うん、毎日頑張ってます。頑張れてますか。頑張れてますか。今聞かれてる。頑張れてます。頑張れてる。で、山口選手は、まあ、いろんなね、ガンバとかヴェルディとか経て完全移籍という形で来てくれましたけど、はい、意気込みちょっと聞かせてくださいよ。いや、もうまた来て2ヶ月ですけど、はい、もう愛媛本当大好きになって、まあ、もう自分としては第二のふるさとみたいな。え、もうもう早めに。どこが好きなの愛媛の。え、どこがいいの愛媛、はい、人がね、あったかい。これは愛媛の人は気づかないかもしれないですけど、はい、人があったかい、優しい。優しい、うん、なんかみんな優しいです。そう、例えばどこでそういうの触れ合ったりするわけ。え、だから店員さんも、うん、のだってもう小銭の渡し方とか、はいはい、その、ね、レシートの渡し方一つでも、はい、もう県民性が出ると俺は思ってるから。シーンは1個やった。シーンは1個やった。それはじゃあその大阪とか、まあ、ヴェルディ川崎の店員さん良くないっていう。ヴェルディ川崎っていつの時代ヴェルディ川崎でちょっと、ね、東京ヴェルディね。そういう言い方をしたら、はいはい、褒めれないじゃないですか、はいはい、だから、はい、別にどこが悪いとかじゃなくて愛媛がいい、飛び抜けてるて。なるほど、そういうことですね。ただこの番組、すみません、ちょっと5分なのでもうシャープに行かせてもらうんですけど、実はですね、3月の5日に、うちのホームゲーム、開幕戦がスタートします。今回はマッチスポンサー愛媛トヨタ様が、ついていただきまして、2人がね今持ってるこれボールペンなんですけども、選手一人一人の、写真が入ったボールペンをなんと1000名の方にプレゼントさせてもらいます。これどうですか。すごいよ。自分のいわゆる、まあ、グッズみたいなことでね。嬉しいですね。うん、嬉しいけど、うん、もうちょい写りがいいのが良かったけど。いやいや、全部一緒やで。全部その顔してるよ。本当っすか。うん、写真の時硬いよいつも。嘘、こんな顔なんやと思って残念に思ってます。なるほどね。まあ、でも、うん、ランダムで皆さん撮れますから、はい、ぜひねゲットしていただきたい。その他ね、いろんなお菓子巻きやったりとかユニフォームプレゼントたくさん、いろんなイベントやってますので、ぜひとも皆さん開幕戦お越しいただけたらなと思います。じゃあ残り15秒、2人、うん、意気込みを、はい、開幕戦絶対勝つんで応援来てください。はい、もう来て後悔はさせないので、来てください。とりあえずお願いします。はい、ということで今回は山口選手、曽根田選手に来ていただきました。愛媛 FC 勝つぞ。おーい、みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。